あみあみチャンネルニューエイジ、田島サランの今日は何丸。みなさんこんばんは、田島サランです。あみあみチャンネルニューエイジ、田島サランの今日は何丸。この番組は私田島サランと皆さんが素敵な丸を目指し一丸となって楽しむ番組です。ついに、いやー、田島丸の最終回がやってきてしまいました。あー寂しい、寂しいけど最後まで全力で楽しんでいきたいと思いますので、みんな楽しんで最後まで一緒に駆け抜けてください。お願いしますね。もう25回もこの番組をやってるんだなって、なんか本当に1年あっという間でしたけれども、皆さんと私は素敵な丸を描くことができたんでしょうか。どうかな。私的にはね、このモーニングスターのように綺麗な丸を描けたんじゃないかなって思っております。いや、尖ってるやんいや、尖ってるやんいや、この尖りもねおでこちょ、ありがとうございます。いやー、ニキから褒めの言葉いただきましたありがとうございます。このね、尖りすらもなくなるくらいのね、あの素敵な丸を避けるように、今日も最後まで全力でよろしくお願いします。ということで、先にあのお知らせをさせていただきます。11月20日土曜日にニューエイジファイナルイベントの開催が決定しています。会場は科学技術館サイエンスホールで、昼夜2部制です。出演は山田美鈴ちゃん、野中美桜ちゃん、雪村えりちゃん、根本美有ちゃん、そして田島サランです。現在チャンネル会員先行抽選受付中です。詳細や続報はニューエイジのツイッターでご確認ください。よろしくお願いします。ということで、早速始めていきましょう。あみあみチャンネルニューエイジ、田島サランの今日は何丸、最後までよろしくお願いします。あみあみチャンネルニューエイジ、田島サランの今日は何丸。この番組はホビーショップあみあみの提供でお送りします。あみあみチャンネルニューエイジ、田島サランの今日は何丸。改めまして、田島サランです。最終回ということで、軽くね、あの番組を振り返っていきます。全25回の番組で、コーナーがですね、3つ生まれました。丸川と丸Q、そしてサランちゃん一人相撲、この3つで成り立ってたみたいなんですけど、なんかこういろいろと盛りだくさんだったから、本当に3つな感じがしなくて、でもどれも本当に楽しかったです。あとね、ゲストさんが来ていただいたりとかして、土屋リオちゃんと枠井優ちゃんが来てくださったりとか、あの回は本当に神回だから、まだ見てない方いたらぜひ見てほしいです。全部神回で、1月には野中美桜ちゃんと合同放送をして、2月には2期3期合同での配信イベントを実施しました。これはね、まあ新年一発目から美桜ちゃんとムチモーニングスター振り回して、とんでもない最高の幕開けだったんですけど本当に楽しかった。あとね、2期3期生の合同イベントも本当にすごい、もうスペシャルなあのイベントだったので、なんか配信とは思えないぐらいすごいいいものをお届けできたんじゃないかなっていうのを思っております。2期も3期も最高です。で、レギュラー番組ではいつしかシャープどうした田島なんて言われるようになったりしました。これ誰のせいでしたっけアテクセですかねもう変わらず平常運転なんですけれど今日もどうした田島、もしかしたらまあつけていただいてもいいですし、やっぱ田島よっていう、なんか新しいこうハッシュタグみんなでこうね発信していただいてもいいです。よろしくお願いします後ね、まあ羊毛フェルトのね、このしめじちゃんだったりとかね、レッサーパンダのこうね作ったりとか、あ
たはこんないろんなキャラクターをねいっぱい生み出せてとっても愉快な番組になりつつある田島るでございますねえ、こんなにもいろいろと25回の間でさせていただきました。ここからは皆さんのお便りを読みつつあの番組を振り返っていきたいと思います。まるとものキスケさんからいただきました。ありがとうございます。サランちゃん、こんまるは、こんまるは、番組開始から早いものでもう1年経つのですね。ということで第1回を見返してみましたところ、レッサーパンダの威嚇をやっていましたね。おお、すでにこの時から威嚇のポーズが始まっていたんだなと思い出してしみじみとしていました。初回からだんだんトーク力も上がっていき、特にネタを挟むように成長していく様は大きな成長だったのではないかと思います。というかずっと疑問だったのですが、サランちゃんは好きあらばネタを挟むのはやはり関西の血が騒ぐからなのでしょうか。最終回ということでぜひとも教えていただきたいです。ありがとうございます。へえ、そうね、レッサーパンダの威嚇とかそんな時期もありました私にもね、久しぶりにやりたいね。こうかで、サランちゃんの威嚇はこうね覚えてたみんな日頃から使っていいんですよこれ、何かあった時にそうですね、なんか好きあらばネタを挟んでるつもりは私にはちょっとないんですけれども、やっぱりこうなんだろう、こうしとかないとみたいな、こううずいてるからどうなんだろう。でも私、まあ、和歌山なんですけれども、和歌山でもこう関西の地と言ってもいいんでしょうかねなんかこうやっぱ大阪の方とかやっぱほのけ様とかね、やっぱ関西の血がすごい湧き出ているからやっぱ尊敬しているんですけれども、そんな感じになっていけたらいいなと思うので、私も関西の血どんどん湧き散らかしていきたいと思います。ありがとうございます。続いて、まるとものダークさんからいただきました。ありがとうございます。サランちゃん、こんまるは、こんまるは、始まるついに最終回ですね。楽しそうに時には真剣に語る姿や表情がせわしなく変わるところ、照れるとネタを入れてしまうところなどなど、田島るを通してサランちゃんの新たな一面や魅力的な部分をたくさん知れました。そんなサランちゃんの姿を見るたび毎回笑顔になれ、放送があった日は週の折り返しも頑張ろうと励まされました。嬉しい。また緊張しながら話していた時期を得て、画面の向こうの自分たちとテンション高く会話するように話す様子はサランちゃんとまるともの自分たちが打ち解けて友達になったような感覚でした。親近感が湧き、リラックスして楽しめる番組だったと思います。田島るが終わってしまうのはとても寂しいですが、サランちゃんを目にする耳にするこれからの機会を楽しみにしています。田島る、そしてまるともは永遠に不滅ということで、ありがとうございます。いやー嬉しい、めちゃくちゃ愛のある、あ、こちらイラストもいただいております。めちゃくちゃ、好きな色合い、表情もいいですね。似てる嬉しい、ありがとうございます。あーすごい、私の好きな色味をすごいいっぱい使ってくださってて本当に素敵なイラストありがとうございます。もうそう、私はこれ番組をねやってるうちにやっぱりこうみんなにこう笑顔とか元気だったりとかを常々届けたいと思ってたので、そういう風になんかこう頑張ろうって思っていただけたことが本当に嬉しいですね。なんかこう私もこう回を重ねるごとになんかこうね、最初はこうカメラに向かって喋るっていうのがすごいなんかこうドキドキして、空間すらもすごい広く感じたんですけれども、今となっちゃもうお家のような感覚で、なんかみんなとね、こうなんだろう、こたつにみかんって感覚ね、みんなとお話しする感覚があったので、すごくそう思っていただけたのはとても嬉しいし、私の一つの成長なのかなって思います。ありがとうございます。続いて、まるとものの犬科の狐さんからいただきました。ありがとうございます。サランちゃん、こんまるは、こんまるは、1年間の番組放送お疲れ様でした。この1年の軌跡を振り返ってみると、 NA チャレンジで不正により失格となるなど、サランちゃんと困惑させられることも多々ありましたが、愛や友情などたくさんのキラキラしたものにあふれていた素敵な番組だったなと感慨深く思われます。放送内のトークやコーナーもとても楽しく視聴させていただいておりましたが、放送後のブロマガも大きな楽しみの一つでした。 ありがとうございます。サランちゃんの文
書は可愛い顔文字が散りばめられていることもあって、躍動感があったり込められた思いが声として聞こえるほどダイレクトに伝わってくるので、世界一好きなブロマガでした。ありがとうございます。サランちゃん、そしてスタッフの皆様、この1年間楽しい時間を本当にありがとうございました。これからもマルトモとしてずっと応援しています。ありがとうございます。不正と失格はちょっと忘れてもろてそうなんです、この愛や友情、努力、勝利、なんかもう週刊あの少年ジャンプかっていうぐらいの素敵な番組になったんじゃないかなってそれ目指してました。私はジャンプみたいな感じの、なんかこうね、もう綺麗なだけじゃない、汗と涙がこう散りばめられているような、ね、人間味あふれる番組にしたかったので、そうなってたらいいなって思います。嬉しい。なんかブロマガもね、なんか本当に見ていただきたい気持ちが大きかったので、こうやってブロマガ見てるっていうのをこうやって声にしていただけて本当に嬉しいです。もう嬉しい、ありがとうございます。ということで、皆さん、あのここまでのたくさんのお便り本当にありがとうございました。ニューエイジ、田島そらんの今日は何まる。ここからは懐かしのあのコーナーをやっていきたいと思います。さらんと書いた丸Qのコーナー。わー、懐かしい。ということで、番組初期にやっていたコーナーが最終回で復活という、エモエモのエモ展開でございます。今回は皆さんからいただいた質問に加え、スタッフさんからも質問を用意していただきました。ラストということで、ガン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 質問に答えていきたいと思います。でね、あの前回はですね、50問まで答えていたので、そこでコーナーがちょっと終わっちゃったんですけれども、もう50問答えて100問いけるか、まあさすがに厳しいかもしれないんですけれども、まあそれくらいの勢いでやっていきたいと思います。それじゃあ早速いきます。マルQスタート。はい、わらびもちさんから、隙間時間があったら何をすることが多いですか。 YouTube 多分見てます。鹿の星肉さんから、理想の家族構成はプラス兄、今の環境プラス兄。はい、かりんさん、最近嬉しかったことは、岡崎美穂デビューおめでとう極東の王さん、これだけは譲れないと思うことは、やると決めたらやる。ダークさん、秋といえば何の秋、食欲。理不尽にも吹き飛んだ踊り子さん、好きなお寿司のネタはネギ太郎。柿しめじさん、メイドと執事どちらになってみたい。執事。フォルナックスさん、最近尊いと感じたことはありますか。しんちゃんの映画マジで最高です。ナイトロさんから、一番好きな漢字はカツ。このハモさん、ピから始まる一番可愛いと思うものはピニャータ。テレレさん、最近見てないので最新の田島サランの威嚇ポーズを。続いてあれ、青空さん、人差し指をほっぺたにつけて甘えるポーズをお願いします。甘える、甘える、これって甘えるポーズなんですかね。さいさいお茶の子さんから、拳を前に突き立て押すポーズ。押す合ってるこれ続いて荒木さん、大人のお姉さんが色っぽく挑発するようなポーズ。かもめね、あ、ちょっと見られた、恥ずかしい、ちょっと待ってメルマさんから、まず誰も知らない2050年に流行るポーズ。生きてる待って、なんかこう、なんか脇からなんか出したいな、こんな感じ多分これ流行る次、じゃがてんさんから、投げキッスさんいっぱいください。んちちちちちちちんぱあんまやったことねえんだ油揚げさん、狼の遠吠えをしてください。パオーゾウじゃんうつわの底を舐めるまでがラーメンだとさんから、今の気持ちを叫んで。なにこれチョックルさん、3秒以内にダジャレを言うんじゃ。ダジャレを言うのは誰じゃ上手じゃない。エリーさん、くるっと回って決めポーズ。
続いて、あ、ここからはスタッフさんからの質問です。最終回収録の今日、どんな曲を聴いてスタジオに来ましたか？マカロニえんぴつさんの走り書きです。番組開始当初と今で、スタジマさんの中で変わったことは？開放感今初回の田島サランに声をかけるならえんやで番組をやっていて一番の思い出は何ですか？これは田島る。はい。逆に思い出したくない恥ずかしい思い出ありますか？これ一人相撲の何でしたっけね、あのね、べん続いて、毎回収録直後スタッフさんから改善点を聞いてメモを取ったり、真面目に番組に取り組んでくれた田島さんですが、この番組で得たことは宝物大好きなリスナーの皆さんに一番可愛い感想のセリフをお願いします。みんな本当にありがとう。振り返ってみましょう。そうですね、最近嬉しかったこと、岡崎美穂のデビュー、マジでおめでとう、ラブチュッチュ、マジで愛してる普段はね、ちょっとね、出れてあんまり言えないんですけれども。続いて、最近尊いと感じていたこと、マジでこれ、今年のしんちゃんの映画は本当にもう涙あり笑いありの本当に感動映画だったので、ぜひ見てほしいです。しんちゃん好きの私が言うから間違いないです、はい。続いて、まあ、ポーズはいいな今初回のね、田島さんに声をかけるとしたらええやで。これはね、その田島さんの中で変わったことはっていうので解放っていう話をさせていただいたんですけれども、まあね、最初は本当に緊張してもう何かが出そうだったんですよでもそれも25回を通して本当に楽しくて、なんか来るのも楽しくて、次も次もこれやりたいあれやりたいっていう欲がこうどんどん出てくるようになってきたっていうのもあって、まあこう人からなんかこうどう見られるかみたいな結構気にしてたりとかしたんですけども、そんなの関係なく私らしくこう番組をしてたらなんかこうね、いいんじゃないかなっていうの、やっぱ自分自身素直に生きるのが一番いいなと思ったので、そうやるのがいいよっていうことで、今過去の自分っていうことですはい、番組やっていて一番の思い出、これはもうね、一番は私決められなくて、本当にどの回も私は楽しくさせていただいてたので、全部含めて田島サランの今日は何丸が一番の思い出です。で、逆に思い出したくない、これはいいや、ごめんなさいあ、これ入れますか。思い出したくない恥ずかしい思い出、いろいろ、でもね、アフタートークとかも本当にいろいろやってるんでしょう、これ。でもなんかあんまりそんなに私の中ではやけどあっちっちっていうの結構ね、私分厚くなってきてあんまり感覚麻痺してきてるんですけど、やっぱり一人相撲の弁、あのお勉強の、あの回はちょっともう一回やりたかったですねだね、なんかこうね、仕事となるとすごい勉強するのとか楽しいからね、すごい好きなんですけど、またチャレンジしていきたいなと思います。またどこか何かあれば、そうね、今度のニューエイジの、イベントだったりとかでリベンジできたらいいなって思います。で、毎回収録直後スタッフさんから改善点を聞いてメモを取ったりとかで、まあ、この番組で得たことなんですけれども、もう良かったことしかないので、私にとってはプラスのことばっかりだったので、まあ、一言で言うなら宝物だったなっていう感じでしょねえ、みんな本当にありがとうっていうのを最後に、まあね、やっぱ感謝のセリフはシンプルでいいなと思ってるので、私は常々ありがとうっていうのは絶対忘れないようにしておりますので、みんなありがとうなー、うわー、ありがとうございます、ありがとうございます。ということで、いろんな質問に答えていきましたが、合計で77問ということで、すごいラッキーセブン、すごい運気が上がりそうな、すごい素敵な、ね、数字で終われたのはいいんじゃないかなって思います。どうでした、なんか他質問とかでなんかこれどうでしたみたいなのありましたピックアップしたんですけれども、2050年のポーズやっぱそこ触れますかなんかね、やっぱ2050年といったらもう未来なわけですよ。もしかしたらこうね、
空で車飛んでるかもしれないし、青いロボットもいるかもしれないね。そんな中でやっぱ流行ると言ったら脇から手が生えるんですよね。でも 脇から手生えて合計4本の手になったらどうですか？言ってる意味分かんない。なんかこう体2つあったらいいのになって思う時やっぱあるじゃないですか。それを活用してるんですよ。そうだから、まあ、手でジャンプを読みながらこうね、上ではこう食器洗ったりとかするわけですよ。どうです？画期的だから、こっから脇から手生えたらいいよねっていう願望あっての脇ピース。マジ流行ったら私これ嬉しいな。これ流行らせていきましょう。2050年までよろしくお願いします。他なんかありますか？え、どうですか？でも結構好きですよね。アミアミシュ、イエーイ私は好き、みんなも好きだよね熱ということで、皆さん本当になんかね、このマルキューのコーナーがあって、なんかこの番組もあってなんですけれども、いろいろとこの質問があって、こう私のね、なんかこうこういうところがあったんだなっていうのをいろいろと知っていただけたと思います。こういう部分は別に知っていただかなくてもよかったかもしれないんですけどまあそういうところもセキララに話せてよかったんじゃないかなって思います。以上、今後もっと私のことを知っていただけて好きになっていただけたらなと思います。以上、マルキューのコーナーでした。番組の共通コーナーで私たちいろんなチャレンジをしております。あっという間だった、いろいろあった、でも私はこのコーナー結構好きだということで最後のチャレンジ発表していきます。こちら、チャレンジチャレンジ。はい、このチャレンジなんですけれども、私田島サランが今後チャレンジしたいこと、将来の夢を制限時間内にたくさん宣言していくチャレンジとなっております。将来挑戦したいこと、叶えたい夢、目標など、とにかく私が声優として今後チャレンジしたいことを言えるだけ言います。制限時間1分30秒です。今まで、まあ、この番組を見てくれた皆さんにこれからもなんかね、応援していただけるような私の夢をここでたくさん発信していただけいけたらなと思いますね。ジャンプの主人公も言ってます、夢はね、声デカデカと言って叶えていくっていうのね。だから声を大きくして言っていきたいと思います。それではやっていきましょう。チャレンジチャレンジスタート。そうですね、私の夢はですね、たくさんあるんですけれども、まず、この今年はね、朗読劇とかいろいろさせていただいて、表情とかで、表現することも多かったので、声だけで表現したいなっていう、その新たな方面もちょっと考えて、ドラマ CD だったりとか、やっぱり私常々思ってるんですけど、 ASMR とかでこう声を通してなんか人々を癒していきたいなと思っております。あとはやっぱりたくさんアニメに出てね、たくさん少年役だったり、魔法少女だったり、元気な女の子だったり、スポーツしたり、勇者になったり、なんだろうな、世界救ってみたいし、転生もしたいし、いろいろといろんな役やりたいな。なんか闇深い系もやりたいし、癒し系もやりたいし、何でもやりたい、セクシーな感じもやりたいです、外画もやりたいです。あとゲームもね、やっぱりゲームもすごい好きなので、ゲームの作品に携われたらいいなって思っています。任天堂さん任天堂さん大好きです。あー、でもセガさんも好きで、みんな好きですすいません、こんなこと言って、あどうしよう。あとはそうですね、まあもちろんそのやったと言っても朗読もやりたいし、舞台もやっていきたいし、なんかこう体を通して表現もしていきたいし、やっぱり
私こうやってみんなとお話しすることもすごく好きだったので、こう私のお話とかをこうお便りとかをこうやってみんなとお話ししたいっていうところを、そういう場をいただけたらと思います。言ったはい、ということで、チャレンジはここまでです。なんだかすごい面接みたいな感じになっちゃったんですけれども、どうでしょう、私がチャレンジしたいと言った数は合計で何個でしたか？約1個は1個です。1個、そう難しいですよね。なんか本当に私すごいやりたい、何でもやりたくて、何でも経験はやっぱやっとけって感じなので、いろいろと本当にやりたいんですけれども、20個ぐらい言えてます。ありがとうございます。約20個大まかだ。いいんですか最後これで、約でいいんですか？あ、でも約にちなんでるか、約でいいや。どう、うまくない？役者にふさわしい終わり方だなと思ったので、私はまあこれでいいやと思いました。ということで、これが最後のチャレンジでした。いやー、いろいろ今までやってきましたけど、まあどうでしたかね。なんかいろいろと1位もいただけたりとか、まあ、最下位ももちろんいただけたりだったりとか、まあ、美味しいところはちゃんと取っていけたから、私としてはニューエイジチャレンジ良かったんではないかなと思います。どうでしょう。ねえ、ということで、まあ、番組が終わっても私のチャレンジは続いていきます。どうかぜひ私のこれからの姿を応援していただけると嬉しいです。以上、ニューエイジチャレンジでした。まるたまのみんな、1年間本当にありがとうございました。みんなのこと愛してるよ。あみあみチャンネルニューエイジ、田島サランの今日は何丸、お送りしてきました。あみあみチャンネルニューエイジ、田島サランの今日は何丸、ついにお別れの時間となってしまいました。もう本当にあっという間すぎて、あ、もう、あ、ルルルルル、あ、もしもし、あの1時間延長ってできますか？つながらないな、フロント。うん、そうですね、あのジングルなんですけれども、最後は恥ずかしながらですね、ちょっとストレートにあの思いをね、あの母国の言葉で伝えさせていただきました。皆さん伝わりましたでしょうか？もう本当にまあね、これまでのジングルいろいろと何言ってるかにゃって感じだったんですけれども、全部ねちゃんとあのみんなに思いを伝えていたので、今日も伝わっていればいいなって思います。さあ、そしてあみあみチャンネルニューエイジ第3期はあさって金曜日の配信の根本みやりのあなたとみやリンクで、いよいよ最終回です。みやりちゃん、みやみや、最後までみやみや。みや、これすごい好きなんですよ。最後までみやみやしていきましょう。ということで、最後ね、あの田島イラスト発表のお時間でございます。これも最後よ。みんな、どんなイラストが来ると思う？予想して。なるほどね。最下位はこちら、田島これにてしまるです。みんな本当にありがとう。まるたも最高。ということで、ちょっとこちら、あの書いてる途中によく考えたら一人相撲、まあ、最後ホラー街聞けましたけれども、私は何帯になったんだっていうことで、こっそり黒帯獲得しておりました。オス、よろしくお願いします。ということで、まあ田島あっという間でしたけれどもね、あんなにもひよっこだったサランちゃんの、なんだ、関取さんっていうんですか、もう黒帯になるほど、まあ、この番組を通してね、すごく一つ一つなんかこう成長していけたんじゃないかなって思いますね。私自身本当にまだまだ未熟者なんですけれども、まあこの25回目で改めてなんかこう振り返って、こうみんなのお便りとかもいただいて、なんかスタッフさんの反応だったりとかもそういうのも含めて、なんか成長できたんじゃないかなって、こう自分自身でもちゃんと感じられたのが一つの成長なんじゃないかなって思います。いやー、本当に楽しかったです。もう田島る、私の
ね、皆さんにとってもそうだったらいいんですけれども、私にとっても本当になんかこう一つのなんかこうなんていうんですか、この魂のことなんていうんですか、もう私の魂だったんですよ、田島るは。はい、そうなんです、本当にありがとうございます。ということで、実はですね、あの番組のプロデューサーさんからお花をいただいてみたいで、本当にありがとうございます。田島さん、ありがとうございます。あ、本当にありがとうございました。本当にわー、ありがとうございます。見てください、こんな素敵なお花もご用意していただいて、田島さん1年間ありがとうございます。ということで、本当に私こそありがとうございます。嬉しい、こんなのご用意していただけるなんて本当に思ってなかったもので、いやー本当にね、本当にみやみさんに見つけていただいて、こうやってね、私見ていただいてる皆さんに田島さらんというのはどういう人物なのかっていうのが、ね、たくさん伝わったんじゃないかなって思いますね。1年前ね、もうスタッフさんと打ち合わせした時はきっと癒しの水曜日になりますと言われ、最後には破壊の水曜日と言われどうした田島と言われ、いろんなことありましたけれども、なんかね、ありのままの私をなんかこう応援してくださる皆さんが本当に大好きです。本当にありがとうございました。ということでね、またね、こういう機会をどこかで必ずあの掴めるように今後とも頑張っていきますので、またどこかでお会いしましょう。1年間本当にありがとうございました。これまでのお相手は田島さらんでした。ありがとうございました。あみあみチャンネルニューエイジ、田島サランの今日は何丸？この番組はホビーショップあみあみの提供でお送りしました。